りより大きいポイントというのはここが前に出ているかどうかだと思います。結局ここがこう奥に入ると真ん中辺の弦はこう指が曲がって音が出ないということになっちゃいますからね。これはビリチキの大きな原因です。明らかにこっちの方がビリチくんですよ。ねえ、わかります？何にも変えてないのに指なんて。ね、面白いでしょ？こうなることでやっぱりこう、なんていうんですかね、ここの位置がやっぱ前に出やすくなってくれるのと、こうなっていくことで重心のポイントが指先側にこう移行していくからなんでしょうね。で、一気に今度は正反に行きますよ。肩とか見てくださいね。もうここしっかり曲がっていること、ここは完璧にまっすぐなこと。で、肩の位置を開かないで担保したまま正反になりますから、一気に正反ポジションに入っていきます。3回ともパターンが全部違うことなんです。これ2弦2弦1弦ですよね。今度は2弦1弦1弦、今度は1弦2弦1弦なんで全部パターンが違うんですよ。だからそれぞれを練習しておく必要があるということです。じゃあ今度は5小節目見てみましょうよ。このパターンなんですけど、私は IMA としました。一応念のために書きますけど、これもこことここに P のピッキングがついてるわけです。から 1,2,3 で進んでいきます。もうここも 1,2,3 ですよね。で、ここの PIP 関節を伸ばす加減で隣の弦に指を持ってくるテクニック、これよく使いますね。これでここが弾けますね。要するにキーの1番から見るとね、平行調の6マイナーですよね。要するに双子の兄弟が来たなと思うでしょ。誰でもそうやって思うんですよ。ここがされてましてですね、ここのコードですね、 C シャープマイナー7オン F シャープだから、要するにこれは基本的に同じコードが並んでると思ってもう見られるんですけどね、実はですね、ここの C シャープマイナー7オン F シャープはね、 F シャープ7、これの言ってみるとでしょ、テンションは9と11スのテンションを持ったドミナントコードと見るとですよ、C シャープマイナーから251を取って B メジャーにセカンダリードミナントできてるんですよ。で、どうもここをこう回転させるテクニックを使ってますね。